ゃないですからね。BDSM の経験一つ間違いないでくださいよ。不思議な番組じゃないですからね。まあね、そう。BBA の休憩中チャンネル変えないでね、誰がいる、誰だよこの動き、ふなっしーこと桜木しずくです。お願いします。ふなっしー大好きです。桜木のしずくで調べてください。お願いします。はい、どうぞ。早いな、早いな。まこです。ブログからの紹介します。ブログの名前はモコのもとです。フェイスブックはまこまこです。ちょっと私芸名がまこだけなので、登録の際にもう一つ必要だったのでまこを二つくっついております。そんな感じでまこまこです。はい、ツイッターアカウントはアットマーク、あ、な、なんかまこ2309です。で、インスタグラムがアットマークグレースアンダーバーまこです。少しずつ少しずつなんか皆さん増えて来てくれていまして、ありがとうございます。よかったね、見てください。よかったね。どうぞ。星野優生です。お正月にちょっとダウンしました。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 星野優生で見てください。まあ、お楽しみで。いいのはブログですか？YouTube です。YouTube。はい、ダンスパフォーマンスが見れますんで、楽しんでください。以上です。YouTube ね。あ、YouTube。今話題の YouTube ね。YouTuber ですか？ちなみに YouTuber ですか？YouTuber ね。本当にもう待って、適当に言ったでしょ。いや、よく分かってないから。あんまりよく分かってないと。今、YouTube といえば、いろんな意味で話題じゃないですか。まずい方の、意味でもなっちゃってるけど、うん、いい意味で言ったら、うん、YouTube 投稿して、うん、まあまあまあこっちの方をね、いっぱい稼いでる方がいっぱいいらっしゃって、あ、そう、自分的 YouTuber って言われてるんですよね。もう何人かパソコンのことは全然わかんないんで、レビューしたり商品のレビューしたりとか、よくわかってないんですが、うん、興味ある方はご覧ください。こちらのお名前を検索すると、星野優生、星野優生で出てきます。この名前で、あ、出てきます。出てくるそう。星野優生、星野優生が出てきます。選挙のように、そう、星野優生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 をお願いいたします。何これ、選挙終わったばっかり、選挙終わったばっかり、立候補するんですか？立候補するんですか？次政治家に。やめてね。政治家。政治家の言って。星野優生。いそうだよね。いそうだよね。ウイスドだ。マコって言ってもちょっと。なんか、でも逆にメイクよね。そちらからにも。困る。マコですって。立候補しましたって。なんか違う感じだよね。ちょっと違うな。チョコレートの壊してるかなと思って。思うよね、チョコレートが壊してるもんね。チョコレートの壊してるマコですとかね。これからバレンタインだ。何ちょっと何、あ、そう。ハイテンションだ。ごめんなさい、なんかチョコレート、今日おかしい。あ、珍しくお水だね。そう。おかしい。え、珍しくだよ、結構水だよ。本当。ということで、ツイキャスの皆様もこんにちは。こんにちは。同時配信始まりました。なんか同時配信多いからね。もう同時配信やりだして半年以上経つんだから。うん、ユースト私かわいい、欲しいです。今度じゃあ、ふなっしーで、デイふなっしー、ヒョウ柄持ってるんじゃないでしたっけ。なんかヒョウ柄、あ、ヒョウ、チーターね。もうなんか、それも島村さんでしたっけ。あ、島村、島村、いいじゃないですか、島村、島村、島村、私どうしよう。ないけど、熊っぽいになってます。何持ってんの？ということでね、本日もベラベラくっちゃべっていく番組でございます。ババアの休憩中、はい、皆さんも一緒におしゃべりしましょう。楽しみにしましょう。どうぞ一時間お付き合いください。そして、まあ、ババアの休憩中恒例のお酒でございます。本日私はこれ飲みます。いちごのサワーでございます。はい、カルピスのいちごサワー期間。初めて見た。まこさんはこれです。ワイン好きということなので、ちょっとお高かったんですけどね、頑張って買ってきました。ありがとうございます。初めて見ました。はい、あ、すごい。で、ゆいせいさんは飲ませると、うん、ちょっとやばいので、うん、ノンアルなの。ノンアルにしてみました。で、お酒足りなかったら、こっちか。ごめんなさい、こっちは。はい、ノンアル気分です。はい、ありがとうございます。ノンアル気分って言うんだ。プッシュしましょうか。
まこさんが一番時間かかるかも分けるの、かしこまりました、分けるの時間かかるかも。でもさ、いろんな種類があるんだね。そうで、本当に知らない。この間もほら、なんか見たことないのもあるって書いて、初めて見た、なんか、なんだっけ、あの、ジュレのお酒、そう、うん、あれもおしゃれだけど、美味しかったでしょ。デザートそうそうカップだね。そして本日もおやつが用意しておきます。おやつも素晴らしいですね。これは私が持ってきたおやつです。はい、ありがとうございます。こっちはゆりせいさんが用意してくれたお菓子です。なんかイチゴがすごい目について、うん、これ高校生の時からあったイチゴ、高校生の時から昔からありますね。昔からあったんで、昔からって美味しいんだよね。そう、美味しい。中身はちょっと変わったかもしれませんけど、うん、昔からあるんで買ってきました。じゃあ開けますか。お待たせしました。はい、プシュッと。大丈夫、手で。大丈夫です。はい。ということで本日も皆様お疲れ様でした。まだ終わっちゃった。え、違うから。今から始まるから。今から始まる。まだお疲れ様でした。ということで今日もお願いします。この昼間から日曜日の昼3時から先ほどの番組なんか切られそうだよね。ちょっとなんかお酒の CM お待ちしております。いや、みんな成人してるのでぜひ。大丈夫です。いただきます。私は期間限定カルピスサワー完熟いちご、初めて見ました。いただきます。面白い。これ一応お酒の味がする。あ、うめえ。うめえわこれ。どうですか、まこさんは。美味しいです。これはワインは飲みやすい。あ、ほんと。私ワインあんまり、あの、しかも赤ワイン苦手なんだよね。白ワインだったらいいんだけど、サイゼの白ワインで十分なんだよね。美味しい。あ、臭い。でもね、赤は大丈夫ですよ。赤はね、ポリフェノールが入っていますからね。まあね、体にはいいのよね、これね。そうなんです。なんかさ、白の方が飲みやすそうなんだけど、うん、よく言うのはポリフェノールとか急に飲みたくなったんでしょ。うん、うん、いや、ダメだ、あれワイン。ゆうせいさんにもちょっと飲ませてみて。ダメだ、ワイン。ひやちゃん、お正月にね、うん、実は赤ワイン1本買ってみたんだよ。買ったのかよ。ケーキ買ったのかよ。買ってみて、うん、で1日に夜、うん、飲んでみたの、うん、カップにグラされて、カップに半分ぐらい、うん、そしたらね、グラグラにいっぱい入ってた。グラグラグラスだけ。目がもうグラ。なんで一杯だけ。いっぱいってこと。いっぱいで、あの、グラスじゃなくてカップにちょっと3センチぐらい飲んだら、もうぐる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 。ワインって結構強いですからね。そう、赤ワイン。あ、もしかしてつまみなしで。え、つまみあり。ご飯食べた後あるか、うん、ご飯食べた後にちょっと試しに飲んでみたら、ちょっとこれが飲んだら目がぐる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 。でもなんでジンライムで言わないんでしょうね。何言ってる。うちも雰囲気じゃない。サイゼのグラスワイン、100円のグラスワインで、白ワインでベロベロになりますけど。やるよね、ワインって酔うよね、絶対ね。ワインって酔うと思わない。そう、なりますけどね。黙ってくるの。そう黙って飲むと。黙って飲んでるから、ね、ノンアルね。そう。かわいいね、こういう。おいしい。ピラゴネノンアル。せっかくだから、はい。そうね、あ、そう、まあありがとう。まあ、実はね、こうやってユーストリームの方から見るとね、綺麗にね、ユーストリームの画像が綺麗なので、そうなんだ。ツイキャスト通しても全然綺麗に映る。まあ左でもユーストリームから見たら、左端なんか黄色の色ってなるよね。そう、なんかそのふなっしーの踊りとかね、だかわいいよね。ふなキャッパーだ。いや、この空気どういかして。ごめんね、それ。え、待って、知らないの、最初。作ったんじゃないんだ。違うわ。ごめん。違うわ。あの、ふなっしーの曲、検索したら出てくるから、一発で。あ、高見沢さんが、あの、ジ・アルフィーの高見沢さんが、ふなっしーのために作ったのね。作ったやつがあるのよ。私この間たまたまなんだけど、フナッシーとか検索したんだけど、うん、志村けんさんと出てたんですけど、うんうん、ちょっとそれは引っかかってこなかった。あれだ、バカ殿様に出たやつだ。見た、あの弟が出たやつ、フナッシーの。フナッシーの兄弟出たやつだ。出てなかった、その時。あ、本当に。そしたら、うん、お前俺より目立つんじゃないとか。じゃあさ、それさ、フナッシー兄弟なの。フナッシーのね、兄弟いるんだよ、実際。そこについてる。これはフナッシーなの。兄弟はここの洋服の色が違って、目が微妙に違うのに。船頃だったっけ。とかいっぱいいるの。いっぱいの、とにかく。ふなっしーが。ふなっしーじゃない、ふなっしーの兄弟。ふなっしーは一体よ。ふなっしーの兄弟。一体って言っちゃった。兄弟。一人ね。70何人いるとか言ってなかったっけ。
もっとだった気がする。そんなにいるの？そう、めちゃめちゃいっぱいいるんだよ。ただ実際出てきたのは一人だけどね、うん、バカ殿様に出てきたの。あ、バカ殿様にも出てきたんだ。そう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 、朝の番組で見て、あーとかって言って。私なしし、投稿しちゃったんだけどね。私もかも。二人とも朝食朝食で、最初よりも今の方が好き。ますますなしインパクトが強くなったよね。いや、フラッシー着てるからね、今。いいね。言うて着てるからね。これリピートしてほしいな。ちゃんとフラッシーだから、これ。ちゃんと顔も、ヘタもついてるし。ここにもフラッシーいるから。ね、今これが、あ、フラッシーだ。立って見たよ。今日のファッションチェック始めようか。ほらほらほら。いいよね。いいのよ、そうフラッシーだから。そうそうそう。かわいい。今日のファッションチェックかわいい。そうそう、こんな感じ。そんなの着たんだ。そうよ。島村さんだよ、島村さん。島村さんで、1900円で。私あそこだけやった。本当にかわいい。かわいい。上がるかな。カメラさん。かわいい。ここだけ映ったら面白い。バレない。200枚入ってくることもあるし、1枚2枚はないけど数枚しか入ってこないこともあるんで、かぶりそうで、かぶる場合もあるけどかぶらない場合も結構あるんですよ。だからもう見つけたら買わないと、じゃあ結構こっちで発注するんじゃなくって、うん、発注も多分るだけなのかしら。発注もするだろうけど、あと店舗ごとに売るだろうけど、うん、なんか段ボールを開けてみないと、うん、なんか何枚入ってるかわからないと、あ、何が入ってるかもわかんないっていうか、うん、だってお店によって違うって言ってるもの。あ、微妙にそうですね。あのやっぱりコンセプトが、例えば主婦の方ターゲットだったり、うん、学生さんターゲットだったりとか、まあ、子供ターゲットだったり、多いあたりだったりとか、うち近所に2軒島村があるんだけどね、うん、あのどっちも売ってる内容違う、売ってるものが、あ、そうそう、あとね、島村さんの系列で、うん、アベールっていうお店もあるので、うん、アベールになるとメンズものがちょっと増えたりとか、カジュアルテイストが多かったりとかあるので、そう、なんでこの のっけから島村の、いや、なんで島村の話なんで、島村の話じゃないですよ。なんなら欲しいですけど、島村の番組欲しいですけど、ナレーションとかで言いますけど、顔出せないって言われたら、あの声だけでもありますけど、ふなしー役ね。ふなしー実際出てるんだよ、島村で。見た見た、出てるんだよ、実際 CM 出てるんだよ。でね、あのふなしー好きのね、タレントさんは結構いらっしゃって、あの、まあ、あの神田沙也加さん、あ、そうそうそう、松田聖子さんみたいだね。神田沙也加さんとか、あれもあの、まあ、某テレビ局の番組で共演したりとか、うん、あとは、まあ、某って言ってないけど、まあ、行列の相談所の、あの、弁護士さんの大口弁護士。いや、もう脳裏にもなしやった。同世代なんですけど、多分、聞いてみたら。まあ、あの方、一緒にすごいんですけど、うん、めっちゃふなしーりゃすごいじゃないですか。私ね、さやかちゃんわかるんですけど、ちょっと大口さんわかんないです。多分ね、すごい、見たらすっごいわかるけど、すーげー中、ふなしーだから。多分こっちがないとできない。こっちがないとね。こっちがってもふなっしー。バリバリのね。すごいな。ゆうちゃんの部屋でふなっしーなの。私はこんなにないから、こっちないから、ちょっとずつね。ちょっとずつ。ちょっとずつ増えてきたよ、ふなっしーが。ちょっとずつ増えてきたよ。もうそのうち、まあまあ、写メ撮ってブログにアップしますけど。楽しみにして。あ、見たい、楽しみ。ふなっしーだらけ、ね。なんか前は見たときに、なんかヒョウ柄。うんうん、ぽかったようなイメージが。あ、基本そうだよ。基本ピンクの。雨に乗ってましたよね。そう、基本はテイストは、まあ、部屋のテイストは、まあ、ピンクと白、うん、貴重なんで。で、ピンクと白の中にヒョウ柄ぽって。ね、ガラッとね、うん、ガラッと、トイレ行ってもいい？ガラッとトイレ行ってもいい？私もちょっとそう思ったよね。その番組中だけど、いいよ、漏らされても困るから、うん、トイレ行ってもトイレ何とか食べたいじゃん。なんて言ったの？ガラッと
しっとりしてもいい。しっとりしてもいい。何をしっとりするの？さっさとしっとりしときたいの。最後にしっとりするの嫌だから。最後に。じゃあ、あえて最後にしよう。最後に。最後に。最後にしっとりするの嫌だから。じゃあ、最後にしよう。じゃあ、あえてしっとりさせよう。それ、だって、そういう振りでしょ。そういう振りですよね。ね、完全に。それ、完全にできるのもいいのかな。何を今やって最後もする。まあ、それ。うん、ぐだるよね。普段からぐだってるけど、もっとぐだるよ。酔っ払うから酔っ払ってるよ、きっと。ノンアルコール。ノンアルコールだから、酔っ払う意味がわからないから。ノンアルコールを最後でも酔っ払ってるよ。酔っ払わないから、ノンアルコールだから。わかんないよ。ノンアルコールは、アルコールは入ってないよってことだから。でも、お酒の味をするもん。しないわ。マジ、下病院に行って見てもらおうよ。味覚やばいから、それ。お酒の味する。お酒の味しないから、じゃあ試しマコさん飲んでみ飲む絶対しないからマコさんあ、そりゃいいそりゃいい超拒否超拒否飲んだだってマコさんアルコールさ、ツール飲んでも、うん、弱いって言ってでしょだからアルコールないんだからこれ飲んだら水かと思うかわかんないさすがにねただまあ、チレンジは飲め、主語だからね多分ね水だっていうか、でもユイセイにとってはこれアルコールなのノンアルキル、ノンアルコールだからほら商品ね。でもきっとね、マクさんが飲んだらね、水だって言うと思うよ、きっと。でもユーチャーが飲んだらアルコールなの。だってアルコール 0% ってこれ多く書いてあるの。ノンアルコールって書いてあるし。なんでアルコールするの？あの、しないから。あの、ユーチェーさんが勝手にのあのアルコール入ってるって。まともにアルコールだと思ってるから、思い込んでるだけ。自然にアルコールなんてすると思ってるんだ。そう、でも実際全くしない。でもそれすごいよね、ここ。そんなんだろう。ちょっとやばいよね心理でそんだけ動くっていうちょっと危ないよ、ね、なんで優勝せいなのいやでもいや、うん、じゃあどうぞ玉ねぎさん玉ねぎ太郎懐かしいなそれちょっと画面の方に抜いてもらってせっかく持ってきてからだよね、うん、はいじゃあなん一応だけでなんかお気をなったんですけど、うん、玉ねぎさん太郎です懐かしいよね、これ昔から食べてるんだろう。ちょっとこれなんか、駄菓子屋さんなんか食べないと酔いが、ね、回るっていうか、ね、まあノンアルコールだけどね、うん、こうあとはいちご、ピュアラルグミ、ね、グミといちごの昔からチョコレート、いいんじゃないなんかいちごがなんか季節なの、うん、そうそう、なんか時期的に今いちごの、うんそうそうイチゴ食べたいって言ってたよね。栗が終わるとイチゴみたいな。そう、そうね、イチゴ食べたいなと思って。うん。うんはあ、安定のおやつセルフ。どうしてもイチゴ食べたい。本当に、うん。ちょうどみんなお腹空く頃だからね。おやつ食べたい。三時だね。これでね、月前つうまこさんが開けてくれると嬉しいな。私開けちゃっていいですか？開けちゃいます。開けて心臓を。自分で開けろよ。なんかマクさんで開けてもらうと嬉しいのよ。今月もあれかい、マコさんにもプッシュかい。いいですね、うん。そういえば今日ね、なんかホタテさんは見に来てくれるって言ってる話があったけど、ホタテさん来てますか？うん、来てないね。ブー。ね。そうそうそう。あの、お久しぶりの方がツイキャス側に来てたけどね。あ、本当ですか。うん、私個人で。誰か、じゃあ誰か、ムナッシー君。これも開けますか、じゃあ。開けましょう、開けましょう。食べて。あの、マコさん申し訳ない。私片手が使えないから。いただきます。はい。あの、これはあれです。これもカメラさんに向いていただきます。向いて。はい。あの、キャラメルコーンでございます。これね。美味しい味だそうです。昔から裏切らないキャラメルコーンでございます。うん、もう大体みんな好きです、これ。で、コーヒー味はなかなか珍しい。食べてる。コーヒー味初めてですか？美味しいですよ、なかなか。キャラメルコーンのキャラメル味ですね。美味しいですよ。キャラメル味。じゃあ、開けてみまーす。そうそうそう、大丈夫です。ね、こっちの画面映しとけば二度寝もしなくて済むから。あ、なるほど。どうなってるの？ユーストリームさんの画像が綺麗なので抜きやすい。あ、映ってんだ。うん、これなんか硬いな。同時配信してるよっていうね。ちょっと難しいな。パサーっていくとこれ。不器用ですか？実は不器用ですか？滑ります。結構思ったより硬い。分かれんの？マジで？ビンカしてある。何そんなか弱いアピールしてるの？バーッてなんか。バーッて。あれ？ねえねえ、不器用？ねえねえ、不器用かよ、二人とも。
どっから入ったの？そのボンって音にちょっと自分でびっくりするのやめてもらえる？どっから入ったのない？開かないじゃんこれ。じゃあ開ける、開けてあげるよ。危ないからね。なんか絶対危ない気がするよ、せさんの開けたら。ちょっと持っといて。あんまり上にやるとカメラさんが映っちゃうんで、そっち、まこさんの手が思い切り映るんで、まあ、自分の顔映しておきなさい。はい、2人の顔映しておきなさい。はい、2人の顔映しておきなさい。すごいことわかんない。でも今、まぶしていったから、ここから映るね、簡単に開いたんですけど。え？指が強いってね、指が。いやいや、不器用なだけだろ、2人とも。どんだけ不器用なんだよ。私も大概不器用だけど、相当不器用だよ。いや、でも、違うよ。なんか飽きにくかったよ ね、 手先を使わないとボケる。言わなかったのに、今言わなかったのに、老化するよって言おうとしたらボケるって言っちゃったよ。手先使わないとやばいわよ、年取るわよ、うん、どういうかね。はい、ずいぶん先に食べたい。タムケよ、おいけなのが多い。大丈夫だったかな、今ね、うん、時々増やしてる。あ、こういうだった。いただきます。え、普通に食ってる。普通にお菓子食べてる。ダメなの？全然いいけど。ダメなのじゃねえよ。逆切れかよ、急に。どうした？びっくりした。それもいただこうかな。逆切れじゃないもん。いただきます。じゃあ、じゃあ、甘い。濃いの、甘い。ガスガス。ガハガハ、ガハガハって言うからね、これね。うん、ワクトークガハ、完全にね。ね。ね、やばいね。さっぱりしてる。BBA の吸血で癒されれば、癒される人はいる。癒される人はいる。癒される人は。大事なとこ何回も噛みすぎじゃない？あ、まあね、いや、まあな。もう大事なとこ噛みすぎだよ。スッと言ってほしかったよ。ん、癒される人がたくさんいればいいのにね。じゃあ、じゃあ、ゆうせいさんのコーナー行こうか。え、ゆうせいなら癒されないって行き過ぎバージョンだから。さあ、ね、今のフリーで行こうか。ゆうせいさんの、本日のゆうせいさんのコーナー。イエーイ。あ、ちょっと待って、ゆうせいね、去年の後半あたりからね、リラ星人にハマったのみんな知ってるでしょ。ゆうせいはリラ星人、リラ星人ってギャーギャー騒いでるの知らない？知らない。あ、知らない。まあ、いや、みんなぶっ飛んで、もし忘れたわけね、うん、そのリラ星人にこだわりすぎちゃってね、うん、まずリラ星人にこだわってて、うん、また今日もリラ星人が出てくるわけよ、うん、なんでゆうせいはこのリラ星人もういいからやれよ。これ、ね、結局ね、あれ誰がね、もう本質のユースはリラ星人だってことにしたらどうかって言う、もう本当まで言われちゃったのよ。それでそこまでやるとちょっと困っちゃってね。それでまあリラ星人やってて。もういいからやって。はい、わかりました。今日は？今日は何があるんかい？ポエム。ポエムっぽいポエム。星野ユースによるポエムっぽいポエム、ね。ポエムポエム。どうぞ。はい。私の過去歴、北の門。北の門の扉を開けて、私たちは銀河系に入ってきた。そして太陽をめがけて歩いた。銀河系の中を旅して。と、その時私たち家族はリラ星人に出会った。私は娘だった。美味しそうな娘だった。リラ星人は私を食ったのだ。丸ごと飲み込むように。父は嘆いた。心底嘆いた。そして私たちはリラ星に住むことになった。しかしリラ星の最後は核爆発した。私たちはまた住むところを失った。父はの嘆きは今でも残っている。この地球で、その地球でまた再び私は父に出会った。再会した。これは空想？知る人もいない。というわけで、ちょっとしっとりムードだと笑い。そう、笑い込みだね。ちょっと、笑い込みの。いや、笑いはちょっとギリシャがっていう、ちょっとしっとりムードっていうか、うん、いつものなんか、感じのとは違いますね。ちょっとしっとりムードっていうか、行き過ぎ。あの、長すぎて、率直な感想言っていいですか。いい。長すぎて、よくわからなかった。
そう、うん、ちょっとごめんね、素直に言っていいです、ごめんね、嘘つけないの私大丈夫です、ごめんね、うん、ちょっとなんか言ってたよ、ちょっとゆっくりちょっとゆっくりバージョンかなと思ってた、うん、じゃあ、うん、じゃあ、うん、その今日言った、今日発表してくれた、うん、ポエムっぽい、うん、ダンスをどうぞ、ちょっとちょっとちょっとでいいので、ちょっとさ、無理無理って言うけど少しでいいので、あーそう、ちょっと少しでいいので、少しでそれはちょっとババアの休憩中といえばね、酔っ払ったダンスになるやつ、いやだからノンアルコール、しつこいだからノンアルコール、ノンアルコールでも酔っ払ってるんだよね、知ってる、あーね、知ってる、だからニュース一言言ってますよね、うん、酒とダンスとあの女がいるとふらしたことが起きる、なんでフラッチ、酒とダンスと女がいるとフラッチなことが起きる、じゃあちょっとだけやるか、待って、待って、フラッチ、フラッチなことを起こすよ、酒とダンスと、実際起こるかどうかを実証しましょうか、え、ちょっと何やってんの、何でもいいの、知らないよ、酒とダンスと女がいるとフラッチなことが起きる、うん、どうぞ、ニュースミネームのカメラさんでは、あの抜けずきれいな、あ、いけた、エラ、あ、私はリラ星人、ダンスじゃねえじゃん、だってダンスじゃねえじゃん、だってやっぱおかしいじゃん、頭おかしいじゃん、やっぱちょっとおかしいじゃん、頭おかしいじゃん、やっぱりちょっとおかしいじゃん、聞こえなくもなでしょ、でしょ、やっぱり頭おかしいじゃんって、うん、やっぱりおかしいでしょ、聞こえたでしょ、だって裏っちゃっ と, と, と女がいると裏っちゃことが起きる、なんかそれフェイスブックに載ってなかったかな、そう載っけ た, なんか見たな、それね、それってね、本に書いちゃった、本のパクリかい、まさかの本のパクリかい、ゆうちゃんが考えたじゃなくて本に書いちゃったの、うん、本に、うん、本にね、ブックよ、うんうん、ブックに書いちゃったの、ゆうちゃんが考えたじゃないの、うん、本に書いちゃった、引用なのね、引用、ゆうちゃんが考えたけど本に書いちゃった、ブック、ブック引用、なんか英語来たのもうやめて、ゆうちんじゃこれぐらいにしてよ、いじられてるしくせに、いじられてるしくせに、いじられないでこくせに、なんでゆうちんじゃこれもう、もう、もうリラに凝りすぎてんだからちょっと、誰だよお前も本当ゆうちゃん、まずリラって誰だよ、もう本当ゆうちゃんリラ好きだってことね、しとけって言われるぐらいリラに凝りすぎてんだから、うん、本当にうーん、ダンスをちょっと勝手に黙ってんのに、勝手に一人で、さあ、マコさんのコーナー行こっか、そうそうそう、うん、恒例のね、毎月恒例のね、はい、マコさんコーナー行きましょうか、行きますか、じゃあ本日の本日の本日のマコさんコーナー行こうか、ちょっとお菓子持ってっていい、いいよ、これとこれ、はいよ、あ、こっちだ、そっち、うん、はいよ、はい、いやですね、あ、マックさん遊んでるってこと、え、口に物入れながら喋らないの、見えない、見えない、本日の、はい、本日のマコ、うん、散歩、新年、初回はですね、マコ、うん、散歩11回目になります、イエイ、2015年の、うん、新年第1回目は、うん、お正月にふさわしい着物で登場しています、うん、写真で想像できるように、うん、多くを体験するですというのは冗談で着物で浅草を歩こう編でお送りします、あれのね、そうです、あのあれ何月だったか忘れちゃったけど行ったやつね、一緒に、そうですそうです、うん、で今回はですね、こちらの着物を楽しん、うん、あ、あの時のやつ2人ですよそうですそうです、うん、それって浴衣？着物です。着物です。あ、そうなんだ。淡い色ですよね。どっちけどうだね。え？そこ？え、そこ？待て待て。あれ？そこ？そう。今さ、色かと思ったんだけど。うん、そこ。違う黒だね。この着物、まあまあ、あとあと多分説明する。あ、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 あ
説明すると思うんでね、うん、そう、そうなんです。こちらはね、今回あの、うん、鈴木ちゃんと一緒に楽しんできました、うん、ということで、うん、集合して、うん、まず今回お世話だけね、先にご紹介しますと、今回お世話になり、うん、すぐ出しますからね、出しましたのなりましたのは、浅草寺さんの近くにあります浅草七変化さんというところにお世話になりました。こちらすごいんですよね。レンタルでお二人からだと2500円から借りられます。一人2500、そのペアで、借りに行くと2人以上、そう、あの2人以上でね、あの借りに行くと一人当たりの値段が2500円で借りれます。で、あの着物から、下駄から、カバンから、着物のね、カバンから全部一式借りられます。で、着付けももちろんしてくれます。してくれます、はい、こみの浅草寺のね、本当にバッキーですね。正面から浅草寺を見て、うん、左側に五重塔側に行ってもらえると、揺れてるのに怖かったな。本当に左側です。うん、真横、本当に真横に近いぐらいの場所にあります、うん、はい。でもね、浅草七変化さんでこれを見て気になった方、うん、調べてくださると、うん、ホームページとか見ててきますし、うん、詳細もしっかり出るから。でも、ね、うん、結構混んでることが多いみたいなので、うん、予約必須です、うん、ですね、はい、海外の方とかもね、たくさんいらっしゃい、ね、いらっしゃいますからね、うん、ということで、うん、うん、2人着替えまして、お待たせいたしました、うん、しずくちゃんの着物姿です。こちら可愛いですよね。ちょっと待って、よく見えない、うん、どこがしずくちゃんなの。おい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 、はい、大丈夫かい、それどっち向いてんの。うん、あ、横向いてんだ。ワイロッポーかわいい、かわいいです。何も上げてないけど、何も上げてないけど、どうしたの。大変身だ、大丈夫、すごい大変身素敵ですよね、すごい。私この着物を速攻決めました。そうなんです。 SML って置いてあって、うん、まあ柄は自分で選んだ、 L なんですけど、私あのパッと見で柄は自分で選びます。そう、何個も結構種類があったので、パッと見てこれと思って、うまいもんね、選ぶもんね。インスピレーションで決めたのがこれです。すごい可愛いですよね。別人みたいに。別人ってどこだね。いや、すごい大変身本当に、うん、ありがとう。可愛い、うん、これね、すごい可愛い。これまこさんの着物と並べられる。まこさんの着物はさ、前見たピンク似てますよね、ちょっとね。そうなんですよ。ゆうちゃんの着物姿初めて見るけど、すごい。私はでも浴衣ですけど、うん、そう、まこさんとね、そう、まこさんピンクっぽいやつ。まこさんの、あ、前そういうの見たことあるけど、うん、そうそう。でね、余談ですがね、うん、これを着てて二人で浅草浅草寺をうろちょろしてたら、じゃあどうなった、海外のアイドル気分でした。そう、海外の方々にピクチャープリーズって言われて、うん、オッケーオッケーって言いまくってたら、そりゃそうだろうね、すごい写真撮られて、うん、ちょっとした、アイドル気分に、アイドル気分に、気持ちを多くさせてもらいました本当に。なるほど、わかる、わかる、勘違いできました ね、すごいわかる、すごいいっぱい写真撮りましたね、すごいわかる、そう、続けてどうぞ、はい、こちらで撮っていただいて、うん、でですね、やっぱりここで着物を着てね、うん、今回はね、もう一個目的があって、うん、着物を着てカフェに行ってみようっていう企画になってまして、うん、浅草寺の後に、うん、なんだろう、ここ西参道っていうところを通って、うんうん、ずっと着物で歩きますが、向かった先は、ちゃんと決まって歩いた？いいよ、続けて大丈夫ですか？いいよ、続けて。向かった先は、うん、五段ホットケーキで知られる浅草ミモザさんです、うん、こちらはなんかですね、昔ながらのね、うん、なんか温かい雰囲気のある喫茶店、そうです、カフェというよりも、うん、喫茶店っていう感じです。そうですね。で、早速店内に入ります。あれ、え、知ってます？知らない。びっくりした。入りました、うん、そして美味しい紅茶を頼み、しばらく待っていると、うん、来ました来ました、五段ホットケーキ、じゃじゃーん、じゃじゃーん。2人食べたの？そうです。一人はさすがに食べれないですね。2人だよね、うん、うん、名物の五段ホットケーキをね、うん、この度2人で
無事いただきまして、ごじゃんなんとかバーガーとか、なんかあエビバーガーとかなんかあるよね。ありますね、見ました見ました、それどこかで、なんか言ったんだよね、あね、なんとかで、ね、どこだったかな、どこだったかな、ロッテリアさんだったかな、そうそう、うん、そうそう、このね五段パンケーキはあの割とやっぱ浅草っていう下町でもあるので、浅草はなんで下町なので、お価格もねとっても下、リーズナブルで五段なんだけど、うん、700円ちょっとで食べれるので、あのパン、ね、表参道とか結構おしゃれなとこだとパンケーキっていうと、ね、1000円やっぱり超えちゃって、下手したら2000円近かったりもするんですけど、うん、やっぱ下町浅草ってことで700円くらい食べるので、そうなんです、はい、とっても雰囲気もね、すごい昭和が好きな方とかちょっと落ち着いたのが好きな方はぜひぜひ、ホットケーキ以外にもね、うん、すごくこう魅力のある商品で、ホットケーキが大きいから、うん、ホットケーキだけだったんだけど、うんうんうん、いやぜひね違うものもなんか食べてみたいなってお店でしたね、あれでった今度これも食べてみたいねって言ったもんね、うん、へー、あったかいお店でした ねそこの、うん、あの店員さん、うん、店員さんの方も、まあ、世代は多分親と同じぐらいの世代かもしれない、うんうん、私の親と、あのすごい気さくな方で、うんうん、でそこに来てくれてる常連さんのね、あのマダム方も、まあ、なんかマダム方に私たち褒められましたよね、そうそう、また綺麗ねーって言われて、お話ねしてくださって、そういうなんか義理人情あふれるね、そう喫茶店で、着物着たんで、着物着たんで、着物着て行くっていうところがおしゃれかな、粋かなとポイントですね、ポイントですね、うん、ちょっと粋な感じで、そうそうそう、ホットケーキを食べましたが、そのホットケーキの断面図、断面図、ダダーン、誰が切ったの、私が切った、これはしゅうちゃん切ったんだ、これは私が切った、来てくれた、しゅうちゃんね、で、ヘッジョグ失敗したかなと思ったんで、失敗した方は逆向いてます、うまくいった方、そっち取ってます、そうそうそう、で、一応均等に半分こに分けて、うん、だからちょっとバターそんなにいらない、いや、不器用だよ、不器用だけど、うん、頑張った、うん、ダメージね、こんな感じです、結構しっかり生地もしてますね、だから、うん、割とパンケーキ、あのなんか最近ここ何年かで出てきているパンケーキっていうものよりも、うん、昔から昭和からあるホットケーキに近い形だと私は思いました、うん、私もそうですね、うん、でも個人的には私正直パンケーキも好きですけど、個人的には私昔ながらのホットケーキが好きなので、うん、個人的には私こっちの方が好きですね、うん、美味しいですよね、ホットケーキもね、まあ個人のね、あれがあるのであれですけど、うん、私はホットケーキ派です、つけ、うん、続いては続いて、うん、こちらでですね、いっぱいになった時ちょっと雨が降ってきたんですけど、うん、まあもうね時間もあるので戻りますかっていうことで、うんうん、連邦院通りを通りまして、うん、やっぱりですね行きますよね、うん、雷門、うん、この仲見世通りを通りたいので、うん、雷門のところから着物で仲見世通りを歩きました、うん、で今度は、うん、また浅草寺の浅草寺のね、ちょっと反対側になるのかな、さっきと、うん、でも浅草寺、そう浅草寺の着物オンパレード三段ネットに全然行きます、バスン、バスン、あ、またマスクかけてる、バスン、ま、もったいないよね、マスクがね、もったいない、ワクってまたマスクかけてる、誰だ、あれです、そのマスクもったいないって、そのパンケーキ屋さんのお客さんの常連さんのお客さんでいたマダムにも言われました、もったいないですよね、言われましたけど、マスク詐欺で行こうかと、マスクしてればちょっと小顔に見えるので、もったいない、さっきのマスクで、ちなみにマコさんの写ってる写真は私が収めてます、個人的にはこのマコさんの写真は下の方が私お気に入りです、うんうん、そう、これちょっと上手に撮れたかな、なんかちょっとなんか色っぽくて風流でいいかな、ワークもマコさん自分で選んだんですか、そうですそうです、あ、そう、これもね、七変化さんに置いてあったから、置いてあったから、うんうん、好きなのどうぞ、マコさんいつもと違うバージョンで選べばよかったのに、そうなんですけど、うん、これもね同じのが良かったんですけど、あーって、うん、一足立ち早くって、うん、あ、ヒューチャルっていうのは良かったんだ、私もこれいいなとは思ったんだけど、サイズが違うんだよね、誰と見合いだろ、先に
ひねちゃんが見つけました。結構悩んでて、どうしよう、これもいいかな、こっちもいいかな、でもどうしようってやってる間に私もこっちで始まってました。私も速攻決めて速攻きつけしまった、ね、何種類は置いてあったんですか。まず結構置いてありましたね。 S、M、L で各、うん、2,30 種類ずつは絶対ありました。 あるかもしれません、うん、で、なんか多分ですけど私たち2番目か3番目の時間帯に入ってるから、うん、1番目に入るともっとね柄がきっと選べると思います。まあでも結構あとプラスね、あのそのまあ1人2,500円プラス100円払うとあのヘアもやってくれるので、でヘアやってもらって好きなかんざしみたいなのもつけてくれるので、ちょっとかわいすぎる、ね、かわいいですよね。かわいすぎる。下のまこさんのやつもいいでしょ。こっち側まこさんのはね、もうねよく言うな、キムバージョン見てるからね。個人的にこの写真の撮り方自分で自己満です。うん、これ、うん、後ろちなみにね光っちゃって見えないですけど、もうその写真を撮った時点で光っちゃってたんであれですけど、スカイツリーがね、マックさんいつもと違うのブルーとか一面で面白かったのに。そうなんだよね、私もマコさんの感触系見たいんだよね。ブルーとか一面で面白い。そう、いつもあこんなこと言ってないよ、出てくるやつじゃないね、いつもピンクでしょ、多いですブルー系ですよ、ね、ブルーとかにしてくれとかブルーとかさ、うん、そっち系に見てみたかったな。確かにそうだね、そっち系見てみたかったな、うん、なるほどね、ブルーですね、いつもピンクのはよくちょっと見てるから見えてますね、ブルー系とか見てみたくて綺麗だろうなと思って。確かにいやいけない、こんな自分をつけちゃいけない。でもいいと思います、私もそう思ったので。本当ですか。またピンクって思っちゃいましたもん、ブルー系がにしてみたら、うん、じゃあ次回はね次回はブルー系でね、そうですね、やってみてもね、新たなマコさんが、それの文句言ってごめんなさい。でも全然大丈夫です。いや、ご意見なのでね、うん、そう、ありがとうございます、ね、ということで、うん、こんな感じで今回は初めて浅草を着物で歩きましたが、うん、洋服はもちろんですけれども、うん、着物も合う街で粋な体験ができました、うん、お着物持ってない方もレンタルでこういった着物を楽しめますので、そしてお友達または彼などといかがでしょうか。あ、彼の和服もあるんですか。ありましたよね、うん、あの男性ものの着物も置いてありましたよね、うん、ありましたので、ペアで着られるとまたそれも素敵ではないでしょうか。ぜひ誰かは一回から見たいですね、うん、あとアイドル気分がね味わえる。アイドル気分も味わえましたね。男と女でちゃんともあれだけど、あ、そうね、女同士で着物着て、ね、あの雷もちょっと中見せちょっと歩くだけでアイドル気分がちょっと勘違いの気分を味わえるので、ね、ぜひぜひ。だって何人にピクチャープリーズって言われたんですか。結構言われたよ。言われました本当に。ちょっとアイドル気分ですげえ気持ちよかったね。ねえ、そうなんです。だから結構いいね体験だったのでね、そう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 、またどこかで着物を体験できるといいなと思った企画でした。いやー、最高。いいよね。まだ続きは、そのこと、これもまこさん、あ、ありがとうございます。なんか似てるけど、そうそう、最後の五重の塔とね、あとおまけ持ってきたよ、うん、せっかくなんだ。ああ、本当だ。じゃあおまけも紹介したら、うん、でですね、うん、浅草終わった後に、うん、これ どこまで上の前歩こうってなって、まあ近いんですけど、うん、浅草と、ちょっと説明してもらってもいい。ですね、浅草側から行くと、まあ浅草銀座線の沿線で、稲荷町の交差点からちょっと近い場所にあるケーキ屋さんなんですけど、上野からだと徒歩、何分だろうな、私の足だと10分です。私の足だと徒歩10分で、通常の方だと15分ぐらいで着く場所です。稲荷町銀座線、都営銀座線の、稲荷町駅から交差点で、渡っていただ、まあ、渡る、いや交差点からすぐのガソリンスタンドの近くです。作って食べたくなっちゃった。そう、レモンパイさんね。レモンパイさん、レモンパイがすごく有名なんですって。でこの日、私実はなんかいつも言われてて、うん、たまたま空いてなかったね、空いてなくて3度目の正直で空いてたんだけど、レモンパイおすすめらしいんですね、うん、そちらは売り切れてました、ね。でなんか2番目におすすめ、うん、出てたチョコレーズンケーキでしたっけ。レーズン入ってないよ。チョコ、普通にチョコレートケーキ、普通にチョコレートケーキです。チョコレートケーキ、うん、チョコレートケーキをいただきました。そうです。ちょっとレモンパイ
ね、今度また機会があったら行きたいです。めちゃめちゃ手頃なサイズで、ここのレモンパイさん、うん、私が幼稚園ぐらいからずっとあったケーキ屋さんですね。先代のご主人の時はの味がもともとすっごい私の家族で好きで、で一回ご主人が亡くなってしまって、奥さんと娘さんでやられるようになって、一瞬ちょっと味が変わってしまったんですけど、それもお店の方に伝えたんですけど、まあ一瞬変わりましたけど、でちょっと残念だなと思ってたら少しずつ戻ってきた感じですね、味が。あ、なるほど、うん、やっぱりなんか初代から食べてると、まあ、味の変化ってわかるじゃないですか。だからでもね、なんかね、昔ながらの喫茶店 で、うん、ですごいここも気さくな感じなんで、ぜひぜひ皆様行ってあげてください。昔ながらの喫茶店がありますよね。ここもこちらも昔ながらの、ね、喫茶店を2軒はしごできたような、そう、まあおしゃれなカフェもね、マコさんがよく行くようなおしゃれなカフェも、うん、素敵だけど、いいんだけど、うん、私はどっちかっていうとこういう義理人情にあふれたちょっと昭和チックな下町っぽい方が私は好きです。なるほど。私はね、おしゃれっぽいところだとなんかおしゃれな気分で、ね、たまにはいいんだけど、あんまり落ち着かないので、なんかこっちがこういう方が好きです。昭和っぽい方が好きです。私も好き、うん、なんかこういうおしゃれなとこ行くと、うん、自分おしゃれじゃないんだおしゃれじゃないんだ。たまにはね、いいのかもしれないけど、おしゃれの勉強、おしゃれの勉強行くのはいいけど、いや、なんかということですね。もうお腹いっぱいだったんだよね、今度食べた時に。そうそう、でもね、せっかく3回目で開いたから、3回目の正直だったから、ああ、開いてなかったから、そうなの、何回行っても。そう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 、そう。結構開いてたんだ。行こうよって言って、言うと。開いてたんだね。もうどうせ歩いて、開いてたから、あ、じゃあ行こうか。ついでだし。終わったね、開いてて。で、3度目の正直で。っていう感じのまこ散歩でした。何回も決まってはったね。この日は腹がいっぱいだったね。ですね。相当腹がパンパンだったよね。ですね。やばかったよね。やっぱね、昭和チックな方が、やっぱね、義理人情あふれてて、やっぱりなんか下町感あふれる方が個人的には好きかな。ああ、うん。昔ながらの商店街とか、うん、そういう方が好きだな。だから今日の好きだな。今日の浅草も、ミモザさんにしかり、このレモンパイさんにしかり、おすすめでございます。似てますよね。あ、すみません。大人の方で落ち着い、なんかその下町っぽい昔ながらの好きな方はぜひおすすめですね。おすすめです。お願いしますか。あのレモンパイさんは、まあ、まあ基本はテイクアウト、テイクアウト店ですけれども、ミモザさんです。うん、レモンパイさんは基本テイクアウト店ですが、まあ、タイミングが良ければその場でも食べれます。水とかも出してくれるので、はい。でミモザさんに関しても客席はそんなに大きくないです。だけれども、まあ、落ち着いていられます。何時間でも多分いられる感じです。でミモザさんに関してはタバコも吸えるので、喫煙される方はゆっくりタバコ吸いたいならいけないよ。何時間いても来れないんですよね。まあでもまあ常識っていうかモラル的なものもあるので、まあ、たくさん、ね、お客様がいっぱいいたら譲り合う気持ちっていうのもね、やっぱり大切なので、うん、こんな感じでぜひぜひ行ってみてはいかがでしょうか。まあ、ちょうどその七変化さんのね写真とか、また着物の写真、私側で撮った写真も、まあ、ブログでアップしますので、この後で終わったらアップしますので、楽しみに。ゆきちゃんの着物姿をちょっともうちょっと、うん、来月は何やるの？びっくり。ちなみに来月は考えます。結構ネタいっぱいあるはずだけど、ちょっと結構ストックいっぱいあるはずだけど一個一個が短いので、うんうん、ちょっと考えたいと思います。膨らまして膨らましてまあ来月もね、こうご期待ということでね。ゆうせいさん眠くなってきてんじゃないの？もう飽きてきたんでしょあ、いた。もう絶対自分のせいが入っちゃったからね。あ、酔ってるからかな。酔ってる、ノンアルコールだって。だからあ、これ、はい、軽く返されたよ軽く返されたけど大丈夫。カバンも黒付き、もう完全に優先ワードで入っちゃう。マスクばっかりかけてんじゃん。マスク私はしてるよね。そうなんですよね。マスクすればね、顔が漏れるので、うん、マスク詐欺してますよ。今日はふなっしー詐欺してます、ね、これ帯も自分で選んだんですか？帯もそう。へ、でも大体着物を選
選ぶと、でも帯は着物のバランス見て、うん、あの着付けしてくださるお店の方が、うん、これとこれどっちがいいですかみたいな普通に見せてくれて、うん、合わせてやってくれるから、うん、そこは別にそんなカーレンなんだ、うん、かわいいよねこの着物ね、信じられないなので大変身だね、でひっくりちゃんちゃん、ね、この着物のね、七変化さん、うん、七変化さんも、うん、店員さんの方々もすごい親切で、すごい可愛い、感じがいい方々だった、本当こちらもおすすめです、上手、ぜひぜひ、うん、で着付けも早かったしね、手際もいいし、でお話もね上手だから、早かった、楽しかったです、とっても良かったんで皆さんぜひ行ってあげてください、ぜひぜひおすすめです、うん、ぜひぜひね。着物着付けがいいとは言うと随分違いますもんね。そうね、着付けが下手し下手っぴらとほつれてきたりとかさ、そうそう、あのちょっと緩んできちゃったりするけど、全然なかったんで、うん、感じよかったですね。そうなんですよ、よかったです。ぜひぜひ、もう一回七変化さん出しておけば。ここですよ、まこさんの写真とともに。まこさん写真なかったかな、わかんないけど、いいよ。あ、ないか。はい。なんで私だよ。まあいいけど、あった、あった。今度ブルーケンチャレンジしてください。ブルーケン後ろ姿の真子さんもいい感じでしょ、ほら似てますよね、そうです、そうなんですよ、そう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 、ピンクもね、実はまだ乗っけてないんですけど、もともとなんか緑をよく着てたので、うん、あ、緑持ってんだ、あのちょっとレム借りたんですけど、当時緑も似合いそうですね、で緑も着ちゃったので、うん、って言ってピンクあとね、本当はなんか赤っぽいの着たかったんですよ、赤もいいじゃないですか、すいません、S しかありませんって言われて、うん、あ、赤も着れなかったんだ、S は残念だったね、お客様の身長だと足りないと思いますって言われた、そうね、うん、ちっちゃい子だったらね、背がちっちゃい子だったらいいけど、割と私たち L のところって結構薄めでしたよね、うん、噂をしたらホタテさん来たよ、いらっしゃい、ホタテさん、いらっしゃい、うん、私の人に出してる、マコさんが見たいんだと思う、多分ホタテさんね、どっかに行っちゃった、あった、じゃあこの2つだと、そうあ、ありがとう、サンキュー、ありがとう、そんなさっかな、はい、そう、OK、 逆になってる、笑って、うん、これ鈴木ちゃんが撮ってくれました、で、これ私が撮りました、着物だよ、まあまあ、まあ、もうすぐ番組終わるんで、後でアーカイブ見てね、まあ、YouTube でも見れるし、ね、あの私のこのツイキャスの方でも見れるんで、どっちでも見てね、新年っぽい企画にしていました、うん、どうでしょう、ホタテさん、いいですねそんな感じで、うん、何久しぶりに動いてるの見た、あ、本当、あ、そっか、そういうことか、動いてるんだ、動いて、Facebook 止まってるからね、そうそうそう動くまこさん、動く、カタ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 、そう、動くまこさん、動くまこさん、そうね、そうね、こんな感じでございますかね、こんな感じでございます、あ、じゃあ来月も交互期待で、企画はちょっと終わったのでね、じゃあぜひまた見てくださって、そうね、アーカイブで要チェックしてください、ね、ぜひぜひ、うん、はい、そう、もうゆせさん、本当に予定があるかなって、お腹空いてんの、ゆせさん、いや、だからみんなホッキーキ食べたりね、うん、レモンキーキ食べたりしてね、うん、2人ともね、うん、なんかさ、ゆせなんか何だってゆせさん、お金がないって言ってたじゃん誘ったのにお金がないからゆせ行けないって言ってたじゃん、ゆせ生活費もやばいからって言ってじゃあ生活費がやばいならじゃあ無理やりは誘えないからさ、それでだったらもうとりあえず食ってやろうと思ったのよえ？だったらそ、え、意味がわからない、だったらだったらもうとりあえず食べちゃう、マジレス、マコさんマジレスそう、でマコさんワインでも飲んでね、うん、ガチワインですけどね、はい、ガチワイン飲みます、そうそう、ガチワインですけどね、はい、マコさんのほら、はいはいはい、飲みそっとだよ、でもこれ、うん、甘口を選んでくれてるから、うん、とっても飲みやすいでしょ、あ、ほんと、よかったわ、うん、そうそう、金のデザートワインっていうのかな、うん、なんていうのかな、連絡ありがとうって、あたさんが、はーい、こちらこそありがとうございます、あとで DM でやれよあとで DM でやってそれメンバー借りたいみたいな、いいんだけどさ、いいんだよ、いいんだけど、びっくりしちゃった今何、うん、何どうした、パスと言ってもいい、何変なこと食べてていい、うん、BBA の休憩中って言ったでしょ、うん、で、BBA の休憩中始まるって時ね、うん、お笑いのあの会場でね、うん、告知でね、うん、BBA の休憩中やりますって
告知したの、うん、したらね、うん、前のお笑いの人たちはみんなね、うん、ババアババアって言ってくれちゃってさ、だってババアだもん、だから分かってなかったの BBNB が、え今更だって、今更だから握手を続けろって言ってたよそれで、ね、ババアババアってあれは言うからね、 BBA だ BBA だって最後の最後で、ね、BBA だ BBA だって最後の最後ね BBA だって言ったらみんなババアババアって言うのね、ババアだよ、別に分かんないままね帰ってきたの。マコさんもう正直 2,3 回あのどこだっけって言って聞いてきたけど、うん、もうさすがにすぐ、いやもう今は分かったよ、だけどねその時分からなくてみんなにね、いやーだー、そんなババアババアってね、違うよ BBA だよって言って、うん、違うよ BBA だって一生懸命反発してたの。確かに BBA って書くけどババアって読むんだよあれ、ね、だから寿司やなかったんだよ、うん、寿司やなかったのもちょっと定年だけどね、それなんでかって分かったかったらね、あネットで調べたら BBA ってわたわた、あれねネットでネットで例えばどっかのコメントで、まあ、ツイキャスなりヨストリームでもいいですけど、うん、まあ、他のサイトでもいいですけど、うん、まあ、ババアってコメントが書かれたら、うん、あの BB って書かれたらババアって呼ばれたってことだね。ああ、そこも気がつかなかったからね、ちょっとボケてんだよね。ちょっとじゃない、結構ボケて白状するけど今はちゃんと分かってるよ。よかった、今はちゃんと分かってるけどね、分かってなかったの。マジか、うん、恥ずかしいでしょ。じゃあ先生でもあげるよ、必死でね、嘘、必死でもう必死で必死でね、ババアじゃなくて BBA だ、ババアじゃなくて BBA だって一生懸命言ってたの、うん、バカでしょ。そうそうそう、なんか私はなんかほらババアなんだけど、うん、ちょっとおしゃれにしたいからこうちょっとこっちに若作り、若作り、そう若作りしたのか、反抗して反抗して、もう分かってるんだけど BBA って言い続けてたんだけど、いやもうお笑いの会場で周りにババアはババアクールがあるから違う BBA って頑張ったね、ババアだから、ババアババアって違うよ BBA って言うて、うん、まあお姉さんって言ってほしいよ、お姉さんって言ってほしいけど、でも、ね、ババアだから帰ってもね、ババアだからしょうがない、みんなもうババアだから、そう、何の話だったかなと思って帰って、うん、でも今ちゃんと分かってくるね、そう、よかった、分かってくれて、分かってくれてよかったわ、ババアだから今ね、お預けさせたからしょうがないのあげるよ、分かってくる、嘘2回も、しかも2回も馬鹿なんだよ、面白い、あいじりがいがあるわ、馬鹿なんだよ本当、うん、馬鹿なのはみんな一緒だから大丈夫いやさ、さすが2回目は本当かなと思ったんだけど、ウケるでしょ、ウケるでしょ、やっぱ3回目の常識じゃない、な何よ、あそれ何なてんべいなの、3回目はやんないからあの用意しちゃうと思うからやらないからそうそう、あとね番組終わったら次食べますよね、だって BBA なんて分かりにくいと思わない、何ビューティフルブレーク、あ何ビューティフル、あなんかそういうのはいいよ、アーティストになっちゃったのうちらね、ホタさんうちらアーティストしかもワインでそう瓶で飲むもんだったっけだ、そうそう、まこさん酒豪だからね瓶でも飲めちゃうの、うん、なんかね、いただいたのそう、すげえ酒豪だからさ、まあ、最近はあんまり飲まなくなってみたいなんですよ、でもね、すぐ寝ちゃう、うん、年だよ、年違う、年そんなことない、年多分まだ行きたいよね、BBA ってね、こうネットで調べたら BBA のね、うん、あ、褒め言葉よりね、うん、あの、悪口ばっかり書いてあんの、そうだよ、だってパパ褒め言葉なんて本当にこってね、うん、悪口ばっかりネットに書いてあるんだよ、ビビってして、ネットで調べたら、うんうん、何なんだろうと思ってさ、うん、どういうことって言って、じゃあビビっていうのは、うん、悪名高くビビっていいと思って、なんで悪名高くなっちゃったの、わかんないけど悪口ばっかり書いてあるからでさ、どういう意味、一体どういう意味で、もうわかんないよと思って、わかんないって、わかんないまま、わかんないまま、こう、わかんないままここにまだいる、ババアってことね、ババアってこと、ビビってこと、うちらはババアってこと、BBA ってこと言ってババアって言って言って、うん、じゃあさ BBA って言うんだよ、だババアババアって言われるんだよ、 BBA だってババアだもん、じゃあ BBA だって言うんだよもうねワインの瓶飲みする人久々に見たよいや私も久々にっていうか初めてかもワインの瓶飲み、 瓶飲みそうだよね、ちなみに生放送でございます、録画じゃございません日曜日の3時過ぎ、確かにそうかも、私も初飲みですみたいな、今更だけど、そうこのねババアの休憩中はね、あの酒飲みながら、うん、まあまあまあね、あのお菓子食べながら、うん、まあ飯テロならのおやつテロをねしながらね、まあ、皆さんと一緒に、ね、おやつもいろいろね、おやつテロなの、は
いおやつというか、はい、見てる方がお腹空くよっていうことで、なんかよくわかんないけどね、飯テロの時間ではないので実際ね、何テロ、なのでおやつテロの時間ということで、おやつテロ、うん、ということでね、あ、なるほどね、なんか照れてます、照れてる、なんかさ照れてるかね、そう待って、なんかさ、ゆせいさんばっかりですと、ゆせいさんばっかりですと、そうだね、ゆせいさんが一番ね照れるから、汚れてみたらビンガミって始めてたね、そうそうそう、ビンガミな、なんかやべ、ごめんね、ちょっと言っちゃった、ごめん、まあ、ぼやけた、ごめんごめん、ピンボケした、ね、ということでね、本日もね、まったりやっておりましたが、ツイスキャスの方はあと3分ぐらいで残ってて、ユーストリームさんの方がね、もう時間ということになりましたので、今月も皆様見てくださった方のね、コメントくださった方、もう陰ながら応援してくださった方、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。また来月も、またね、東京ドッカン土曜日はじめ、またババアの休憩中、BBA ババアの休憩中、ぜひぜひお願いしますということで、またねー、バイバイ。バイバイ。バイバイ。